こんにちは、エリピです。今日は彼氏とデートに行く日の GRWM を撮っていきたいと思います。早速ね、化粧をしていきたいと思います。先にカラコンやっちゃおうかな。痛い痛い痛い。いや、そりゃ痛いわなってぐらいのゴミがついてた。痛い。まあとりあえず一旦化粧水塗っちゃうわ。固め入れる前に。唇の乾燥がさ、反対にすごいしてて、でもリップクリームを塗る習慣がない。しかもさ、これからもっと荒れるじゃん、冬だし。よし、そしたらまず下地塗るね。今日は古着屋巡りみたいな感じのデート行きます。なんかさ、冬物とかってさ、新品とかで買ったらなおさら高いわけじゃん。でも古着屋のいいところってさ、まあ多少安くなってるし、まあ、古着だから結構爆撃だなって思う。商品ばっかだからさ、冬は古着屋のがいい気がする。最近小鼻の周りのここのさ、赤いのが気になるんだよね。すごい見て、鼻の下にニキビできた。鼻の下のニキビの意味を調べたの。なんかできるとこの意味みたいな、結構調べちゃうんですけど私で。調べたら恋が成就するらしい。好きな人いねえのになとか思って、恋愛運がすごいめちゃめちゃいいみたい。そういうの信じるタイプ、みんな。占いとかエリチは結構信じちゃうタイプなの。だから夢とか見たら、夢占いとかちょっと割と覚えてる範囲でするんだけど、なんかニキビがね、昨日できたの。昨日見た夢の内容がね、イケメンと夢でイチャつくっていうそのイケメンと付き合ってんのね、エリは。多分毎日電話とかしたり、ビデオツアーとかでね、顔見たりとかして、でお姫様抱っことかもされてたの。普通にイチャついてんじゃん、それは。それはさすがにイチャつきすぎだろって。だからもう起きた時ちょっとキュンキュンしたの。しかもなんかそのイケメンが本当に架空のイケメンとかだったら分かるんだけど、実際に存在するイケメンだったから、普通にちょっとキュンとくるわけじゃないですか。ちょっとキュンってきてて、調べたらイケメンに好意を持たれる夢みたいなのは恋愛に対することだから、彼氏ができたりとかプロポーズされたりとかするよっていう、結構いい夢だったの。だからなんかアイリー最近来てんじゃねみたいな思ってて。だってさ、そんなさ、同じ日にニキビできて、このニキビの意味もすごいし、夢も意味すごいしみたいな、そんなのさ、ダブルで来られたらさ、信じちゃうくない？まあそのニキビは結構ちゃんと普通に隠していくって感じなんですけど。でもね、今日の夢もすごかった。今日の夢は、自分らが入っている事務所から自分が出てエレベーターに乗ろうとした時に、エレベーターから赤西仁と、あともう一人誰かイケメン降りてきて、えみたいな、えみたいになって、エレベーター普通になんか素通りして乗ったんだけど、閉まる時に赤西仁が足で止めてきて、普通になんかちょっと話したみたいな感じなんだけど、どんな夢って感じじゃないっすよね。だけどなんかイケメンが最近夢に出てくるんだよね。もうそのおかげで本当に起きた時キュンキュンよね。キュンキュン。普通に赤西仁はやばくないっす。 OK、 したら二重を作っていきたいと思います。作りたいとこの線を決める。これぐらいですね。今日めっちゃ天気がいいんだよね。台風明けで天気がめちゃめちゃよろしい。オッケーかな。なんかさ、まつげがないんだけど、いい美容液みたいな、まつげ美容液を知りたい。まつげがないのよ。つけまつけてるからさ、まつげ使うことねえだろって思うじゃん。だけどなんか実際的に松葉オイルはしてるのね。してる理由は普通につけまが上がってつけれるからっていう理由なんだけど、逆にね、まつげが少ないとその松葉が上がってがないじゃないですか、うまく。でそれもあるから、まつげを長くしてあげたい。まつげをそうすることによってつけまももっと上がるわけじゃないですか。二重をやります。ミニスカルーズに、イエーイ。なんかさ、仕事とかの日はさ、結構ギリギリまで寝たいタイプなのね。ギリギリに起きるとさ、結構目がさ重たくてさ、ショーがしづらいのね。そういう時は結構このアイテープめっちゃやり直すんだよね。はい、これでやりましょう。今回の答えは先にマスカラをしちゃいました。まつげにマスカラを。もうまつげ死んでる。なんかいい美容液があったら教えてほしいね。そしたら下まつげを下げていく。やばい、下まま見たい気がする。何飲もうかな。
パンプキンだな。はい、そしたらアイシャドウベースになります。やっぱさ、なんか家で化粧した方が盛れるよね。そんなことない。なんかいつもインスタとかのさ、ライブとかでさ、アイシャドウ何使ってるんですかって聞かれるんですけど、毎回ね丁寧に答えさせていただいてるんですけど、動画とかで記録しとこうかな。こちらはサマーエクセルシャイニーシャドウでございます。シルバーホワイト。二重がさ非対称なんだけど、まあいい、うまいよね。でもマジやり直すのめんどくさい。彼氏とのデートだからとか言って、エリは化粧を薄くしたりとかはしないですかね。多分時と場合とかにもよると思うんですけど、基本はこの顔が漏れるのでこの顔ですね。お昼でブルダックを食べたので喉が痛いです。したら次眉毛描きます。眉毛は結構苦手、みんな言うよね。でも眉毛描く、パウダーでとりあえずね鼻に沿って埋めていく。マジ今日晴れてんのだるいわ、普通に。もうちょっと昼間からさ、外出れればよかったなって思う。結構今日ね、眠すぎてね、起きれなかったんだよね、割と。眉マスカラをします。はい、とりあえずこんなもんで。で、ノーズをやります。ノーズは割と適当に、ここからやっていく。なんかさ、最近さ、ここみたいな。めっちゃ流行ってるじゃないですか。あっちのが鼻高く見えるよ、みたいな。やっぱりどこを見て、あ、この子ギャルだなって思うかっていろいろあると思うけど、鼻も重要かなみたいな。割と眉毛がさ、入りさ、こっち右上がってる、上がってるっていうかおかしいんですよ。だからこっちだけ変に見えるんだよね、いつも。気に入らないで、これね、こいつを塗る。で、奥で、チーク。チークは最近2個使ってるんですけど、オレンジ系ですね。オレンジ系のチークが好きです。マックとかのね、チークを買ってみたいなとは思うんですよ。結構可愛い色のオレンジがたくさんあったので、この間見に行ったら。だけど、まあ、そういうものはまだ違うかなって。違うオレンジで代用できてるわけじゃん。まだとか関係ないけどさ。はい、とりあえずつけまをつけます。つけまをつけるんだけどさ、つけまがさ、今 2.3 枚なのね。今実質。目頭側に3分の1ぐらい多くつけてるから、2.1 ぐらいなんだけど、夏のね、雑誌の時の撮影の顔が鬼漏れてんのね、今見ると。だから、その時って多分確か2枚だけだったのね。その時に戻そうかなってもう考えてる。もうその時松葉が超順調だった時だったから、それのおかげもあるかなっていう。つけまはね、これ上向きにつける。こうやってこんな感じですかね。こう割とこうやって下から押す。このつけまのつけ方は結構上がるんだけど、つけまが汚れるから嫌いかも。嫌いっていうか、まあ弱点っていうか、まあ難点ではある。難点、良くない点ではあるよねっていう。隙間が上がるのはいいけど、下を描いていくね。さっき下にここにアイラインを引いてるのね。ここだけ、そこの終わりぐらいから描き始める。こういう感じで埋める。この化粧を始めてからずっとこのペン使ってたの、チフレのやつだけど、このチフレがないところがあるの、普通にこのペンが。だからそっから違うペンに変えたんだ、確か。キャンメイクかな。キャンメイクのやつは使ったことあるんだけど、それも良かった。キャンメイクもなんか今日うまく描けないわ。このペンはおすすめしないかも。もう描きづらい、本気で。なんかなんで前あんなにうまく描けてたのか知らないけど、硬い。もういいです、ふてくされてます。もう今日絶対キャンメイクも買ってくるわ。うざいわこれ。キャンメイクのペンシルアイライナーのブラックがね、結構おすすめ。すごいスムーズに描けるし、これはあのビセのね、リップ&アイカラーっていうやつだから。そしたらとりあえず下まつげにまつげ下地を塗ります。ウェイ、出た。そしたらとりあえずこれを伸ばそう、ハイライト。そしたら最初にこのキャンメイクの結構マット系の白いハイライト上からのせての、前はこの青だったんだけど、最近は結構ハイライトみんな塗るじゃん、ちゃんと。で、あの鼻ツンってさせることによってさ、なんか大人っぽい雰囲気の顔になれるっていうことにちょっと気づいて、最近はその鼻ツンをよくやってる。したらマスカラを塗る。あ、ちなみにそう、ハイライトの色は分けてて、鼻が白で顔は茶色みたいな感じで塗ってる。でも肌がさ、言うてちょっと暗いから、なんか本当に茶色ゴールドだ、ゴールドで合ってんのかなって思ってる。いつもマスカラで下まつげやってるんですけど、下つけまもう一度もつけたことないんだよね、実は。はい、とりあえずお化粧はこれで完成です。これから一旦髪の毛をストレートにしていきたいと思うんですけど、その前に着替えてから髪の毛やりたいと思います。じゃあ着替えてきます。はい、着替えてきました。今日なんか格好がすごい夏っぽいなって思われる方も多いと思うんですけど、これにちゃんと羽織を羽織るのでご心配なく。
とりあえずね、一旦アイロンをしていきたいと思います。ブロッキングをしてしっかりやっていきたいと思います。ショートカットにねしたんですけど、結構我ながら気に入ってます。これよりもうちょっと短くしたくて、近々ね切りに行きます。もっとキノコヘアになーれ。アイロンは完成です。髪の毛完成。最後にゆりちがいつも愛してるこの紫色のオイルを塗って完成です。表面ですね、割と完成です。全ての準備が終わったので、お迎えを待って合流したいと思います。はい、結構暗くなっちゃってるんですけど、道が混んでてね大変遅くなっちゃったんですけど、今やっと古着屋さんの近くに着いたので、これから古着屋デートを楽しんでいきたいと思います。はい、こんな感じです。後ろ姿だけなんですけど、これから古着屋に向かいたいと思います。バイバーイ。はい、メロメロにしちゃうぞ、ナイメロです。カラコンとか歯磨きとか洗顔とかファンデーションとかはもう洗面台でやるから、携帯ちょっと持っていかれへんからもうやってきちゃいました。はい、ということで今からメイクをやっていきます。どうぞ。まず最初にコージー通りクインククリームアイシャドウをまぶたと涙袋に塗っていきます。でもちょっとこの角度やったらメイク見づらいと思うねんけど、まあメイクの動画じゃないから許してください。はい、次、最近ドンキで買ったジュエリーパレットジムストーンアイシャドウ、この乗ってる色が全部使えそうやから買ってみました。この真ん中の茶色の色をまぶたにのせていきます。結構いっぱいつけたらめっちゃドバってつくから、ちょんちょんちょんってして具合見ながらつけていきます。発色が良すぎるから。今日は彼氏と行くデートの GWM なんですけど、私はちょっと彼氏がいないので男友達にちょっとだけ映ってもらおうと思います。はい、じゃあ次に右の濃い色を二重まぶたとこの目から半分塗っていきます。これをやることによって目が締まるのと、あと垂れ目効果狙っていっちゃいます。はい、こんな感じです。はい、じゃあ次は眉毛を描いていきます。インテグレートピュービューティーガイドアイブロウ。最近ハマってることは、最近タコライスにハマってて、この間も食べに行きました眉マスカラします。キスミヘビーローテーションイエローブラウン。あ、そういえば髪の毛金髪にしちゃいました。中にピンクを入れました。だからもう眉毛をピンクにしなくていいので時短。はい、じゃあ次、マックのノットアフレイドドゥスパークルダズルシャドウリキッド、ラメラメのやつ、ラメラメをアイシャドウの上に塗っていきます。これは乾かすまでちょっと下向いてます。で次、ケイトのアイライナーでラインを描いていきます。細めで描きます。細めで。じゃあ乾かしたら涙袋、ケイトブラウンシャドウアイズのこの白のところ取って、涙袋をね攻めていきたいと思います。たっぷりたっぷり塗ってあげます。はい、涙袋が終わったらこっちの暗い色で下を描いていきます。じゃあ次、マスカラしていきます。マスカラはつけまつげつけるから気分ちゃうわ。ノリでパパって、レボリューレボリューションシャネルのやつ、サッサッサーってな感じです。次、チーク、レブロンマットパウダーブラッシュ、オレンジかなこれをっていきます。はい、このノードシャドウ描くのがほんまに苦手やねんな。ここだけは適当、濃くしすぎてしまうから加減がほんまに分からへん。絶対違う、絶対左右違う。この LB の白を取って鼻筋に。はい、じゃあ鼻が終わったら次シェーディング、韓国で何描いてるか分からへんけど、これシェーディングは加減が分からへんから気が済むまで入れます。はい、つけまつげつける前にオレンジジュース、KP じゃん。もうめちゃくちゃ顔面が完成しちゃいました。今やったことは上と下のつけまつげと、あとここに茶色を足したりとかして垂れ目にしたりとか、あとアイライナー描いたりとか粘膜埋めたりとか、ラインとつけまとシャドウをちょっと綺麗に形を整えました。じゃあ次、ハイライト、これディオールのスキンミネラルヌードパウダーなんかです。この目の上と顎と鼻先とここだけ。はい、
じゃあ切開描いていきます。切開は結構昔はシュッシュッってめっちゃシャキーンって描いてたんやけど、普通にファンの子から短い方が可愛いよって意見をもらったから短く描いてます。やっぱ自分で分からんところってファンの子とか気づいてくれるよな、こっちの方がいいよとか、これを参考にしてます。はい、こんな感じです。リップ以外のメイクは完成しました。こんな感じです。はい、じゃあ髪の毛やっていきます。今日はストレートでやっていきます。ちょっと割と時間がないからブロッキングせずにやっていきます。なんか最近生きるっていうことに対して考えたんだけど、中学生ぐらいまでは後悔せずに生きようと思ってたんけど、後悔しない生き方とかないなと思って、でそんなん考えてたら楽しくないなと思って、最近は後悔しないように生きようじゃなくて一日楽しもうと思って、例えば次の日撮影で朝めっちゃ早くてもめっちゃ朝早いだるいとかじゃなくて、よし朝から頑張ろうみたいな、起きた時もはぁ起きたみたいな今日も一日楽しんで頑張ろうみたいな、ちょっとなんかだるいなとか思ったとしてもだるいって言葉に出さずに何事においても楽しむっていうことを前提にして生きてて、最近メイクが失敗してもだるじゃなくて、あメイク失敗じゃった、もう普通に直そうと思って、パンパンパンって直したりとか、最近こういうカレンダーみたいな、カレンダーの日記みたいなやつがあるんですけど、それに1日ちゃんと楽しめたら花丸書いてて、自分的にそんな楽しめやんかったなと思ったバツ書いたりとかして、そうするとあ毎月にこんだけ楽しんだんやとか、この日は多分こんなことがあって、なんか自分でこう見直せる1日を、皆さんもよかったら。はい、安定の内巻きに負けたら次前髪をやっていきます。彼氏欲しいっていう願望があんまなくて、アイスのファンの子ってほんとアイスの彼氏みたいな感じにアイス思ってて寂しくないので、じゃあリップつけていきます。マックのリップ、これファンの子からもらいました、メロタンからプレゼントしていただいたものです。ちょっと赤すぎたからティッシュでオフしていきます。はい、じゃあオフしたら次ディオールのを重ねる。はい、ってことでデートに向かいたいと思います。はい、イエーイ。今合流して、ちょっと暑すぎてバテるから休みに来ました。 KP、 はい、 KP 今からこれ乗ります。もう今乗り終わったんやけど、前髪とかももうちょっとやばいんやけど、一旦感想言わせてほしい。だからちっちゃくて怖くないなって思うやん、マジで怖かった。だから多分1年ぐらいも多分乗れません。はいはい、これで以上になります。ちなみに彼氏役をしてくれたのは男友達です。イエーイ。ではバイバーイ。